一応あの左のあの木狙っとくか。はい。右っぽいね。超えるかな。お願い。超えて。超えた。ナイス。デスポジ。狭いとこ行ったね。いだよ。ちゃんとちょっと右行っても超えるとこ狙ったの。だってちょっと上げ入ってない？風。ちょっと上げ入ってる。入ってるさ。あの旗まで行っちゃったんじゃん。めっちゃ飛んでるよね。飛んでるよね。じゃあ、あのちょっと左を。でもあのさ、ちっちゃい木なんじゃ手前にある。うん。あれ206。206。踏む。手で振る。おぉ！ナイスショー！行ってみないで。おぉ、飛んでやった。あ、勝ったんじゃないリカに。勝った？うん、もうちょっと右だったらね、最高だった。そうだね。もう十分ナイスショットだよね。うん、十分。全然いいよ。ボール見えないぐらい早かった今。だってほら、追えなかった。追えなかった。追えなかったっけ。ほんと最後っすね。何番？52度で。お、傾斜は気になりますか？大丈夫だと思う。はい。お、ナイス。たまる。うまい。いいね。フォローでピン手前でしょ。フォローでピン手前。わあ。確か9だったよね。9ヤード、はい。エッジから。飛びすぎ。飛びすぎ。うん、手前。手前？手前。ああ、なるほど。よし。どっちで打つか。微妙やね。微妙だよね。うん、いい感じだね、でも。入りそうな。そうそうそう。ウェッジで打とう。ウェッジ。いや。迷ってます。試合だった。なんかリカさ、エッジからパターで打つと、結構距離感難しくて、パターの方が、あ、ウェッジの方がいい。なんかね、今はイメージが出る。うんうん。あと練習も兼ねてね、パパを相手に練習入れる。そう、惜しい。入れた。惜しい。あ、よし。あ、ちょっと開きすぎちゃうんだよね、フェースを。これちょっと集中して入れたいね。チャンスです。チャンスね。チャンス。来た、挽回のチャンス。そうだよ。追い風が吹いています。4メーターぐらいの軽いね、スライスでフックじゃないよね。ああ、大丈夫か、びっくりしちゃった。違う。聞こえた。
うん、ナイス。ナイス。はい、ありがとうございます。今ちょっと見てるこっちがドキドキするパターンですよね。返し、うん、短いパターンの時はなぜか左に体重かける癖がついてる。動けない。あ、でもいいんじゃない。フックラインと短い時は右足浮くぐらい左に体重かける。へー、いいかも。体が動きませんようにと。パパレッスン。理科の放映映画。結構出るからね。皆さん、今日よく聞いてみてください。パパレッスン。2番ホールそれやんなかったから外したのね。そうらしいです。ポパと左体重に、あ、左足に体重かけ忘れる。いいやつ。きれい。次、あの、打ち下ろしのショート。そうだね。池あります。池、右下に池ある。あ、まだ詰まっちゃった、うん、え、刀めっちゃわかんない。なんだろう、押してるかな。左の175ぐらいの気持ちで。はい、見えなく。リカアイアン5番でしょ。リカアイアン、待って、どこに打ったか見つかる。リカアイアンで打ったらアイアンで打たなきゃ。そういうの大丈夫です。そういうのないから。まあまあね、ちょっとプライドが。プライドはもうないです。ない。なんかね、乗ってる。ちょっと奥奥金杯。金杯。じゃあみたいな使った日ならば届くだろう。うん、気持ち悪い。アイアンで乗って5番やね。5番や。しかも右ちょっとさ、薄っぺらいやつね。薄っぺらいやつ。マッシュバック飛び系のアイアンじゃないよって言っております。言っております。なんか昔の復刻版だからロフトも熱当時の。ああ、うん、そうなんだね。で、うまく乗せればその方が飛ぶよとは言われて。ああ、何鉄だから受けたけど、ナイスショットとナイスショットじゃないときがやっぱ15ヤードぐらい違う。そんな違うんだ、うん、今のナイスショットだったってこと。今のナイスショット。あ、同じぐらいだね。そうだね。ちょっとニワピにやられたかも。ちょっとやられた。うまい、うまい、うまい。おお。読めてたけどね。オンライン。ちょい弱でした。お先。綺麗少ないよね。切れそうで切れない。あ、そうだね、確かに。でもここはどうだろうか。なんかこの段を下りながらの服は曲がりそうな気がする。ナイスパー。ドキドキ。え？今のはずドキドキした。めっちゃ
このホール結構難しくないだって。これはちょっとやだね。ナイスパー。412。結構長いね、全体的に。うん、長いね。そして、そしてなんか、ちょっと狭く見えるよ、うん、奥の鉄塔方向。そうですね、奥の鉄塔めがけて。刺して超綺麗だね、うん、そうそうそう、綺麗な足が出ます。あれでしょ、コパトーン塗ってあるから。あ、そうか、コパトーンで謎に。ナイスショー。おー、ナイスショー。ナイスショー。上手ですね。おお。黄色い旗。ナイス。上手に勝つじゃない、リカに。よし、勝った。2ポイント。2ポイント。ちょっともう一回やつから取って。うん。なんか仕草とかはさ、ちっちゃい時と変わんなくないですか？リカの仕草、ちっちゃい時となんか変わんなくないですか？あ、チョコバカ動くような感じね。うん、そう、なんか変わんない小学生と動き変わってない。動き変わってない。ちょっと小刻み的な感じね。そうなんだ。なんかちょこ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 。意外くないんだけど、いける。そのままの。やっぱでも人はあんま変わんないんだよね、きっと。根本。暫定打ちます。はい。いや、あることを願って。そうだね。飛んでる。ねえ、これチャリでパパ越したんじゃない？越しちゃった。ね、OB だった。なかった。だったね。じゃあ7番アイアンで。薄い。でも行ってそうじゃない？ナイス。よしよしよし。止まったかな？やばいやばい。ボギーだが痛い。めっちゃいい。でもちょっと風が足りてないからね、届いてないかも。いや、行ったでしょ。あ、どうだろう。あー、ピン。どうだろう。ピンまでは行ってないかも、うん、ここはね、やばいね。一つだけ聞いていい？いいよ、もちろん聞いて。最近さ、お尻食い込み系が流行ってる。理科の中で？理科の中でじゃないよ。あの、
インスタとか。え、そうなの？いや、わかんないけど。それか、今日食い込んでるよね。食い込んでるんだけど。いや、でもインスタで結構普通に見るから。嘘。それかさ、あんまパンツ履かないからさ、あれだけど。ノーパン？あ、そういうことね。ねえ、やめてよ。本当天然。やめてよ。超びっくりした、今。ノーパンはやばい。リカなら結構ありえるかな。どういうイメージよ。最近ね、ノーパンだよみたいな。ほら。やば。おお、すごい。やばって、パパの有言実行になるかも。ね。え、待って、それは待って。やばい、これはね。来たんじゃない？え、うまない？うまうま。うまうまだよね。だって、フォーパットだけでしょ？フォーパットだけ。ね。いいじゃん。すごい。うまっ。リカはこれをなんとか。でも、無理しない、ここは。このホールはもう攻めない、リカ。攻めない。これ、オッケーにはなんないね。え？オッケーあり？バーディーパットをする人いないよね。え？ちょっと本当何言ってるかわかんない。いや、でも大変だね。うん、うまい。よかった、うん、ありがとう。わあ、これもまたなんかさ、ここの、はい、あ、結構分かりにくいけど、そっちかんとちょっとこう来てるけどさ、なんかこの辺はこうフックに見えるよね。ちょっと微妙な感じね。やってしまった、やってしまった。どうした、どうした。弱かった。弱かった、弱かった、弱かった。もう一回だよ。おっと、オッケー。最悪。トリッタ、え？ちょっと衝撃な。え？トリッタ？数えられない。よしよしよし。ちょっとパパがもう。じゃあ、そうやってさ、気を緩ますのやめて。ちゃうねん。ね、さっきは集中してたのにさ。ちゃうねん。よし。おな。おー、ナイスバディ。待って、これはナイス。ね、やられたんだけど。どういうこと？4打差このホールで。えぐい、えぐい、えぐい。1点勝ち。えぐい。すごい大逆転劇が。待って、リカ2オーバーで、トカのワンオーバーってこと？そういうこと。やばいね。